どうも皆さんこんにちは。今日はですね、大分県の国東市にある、富久寺マラソンというコース、マラソンのコースを走ってみたいなと思います。ハーフマラソンですね。それでは早速行ってみましょう。頑張ろう。こちらの公園をスタートします。ヴィラ国東というホテルがスタート地点ですね。2キロ通過、結構登ってる坂、まあそんなきつい登りじゃないんで、ここは攻めましょう。国東中学校というところがちょっと登りですね。いや暑い。5キロ通過、ずっと直進。海が見えるかなと思ったけど、海は見えない。6キロ手前、海がようやく見えました。富久寺っていう海運ロードを今走ってます。きっといいことがあるでしょう。ちょっとこの辺分かりにくいな。多分こっちかな。これが海運橋かな。ここを渡ります。違ったらごめんなさい。まあでもこんな感じで船の形した橋なんで、きっと海運橋でしょう。で、海運橋を渡ったところですぐ左で、ちょうど8キロ。道路の下をくぐってまっすぐ行きます。左手にローソンを見ながら正面の道を右折、そしたら八坂かなんかそんな感じの神社の方向に進んでいきます。いや、やっぱ大分いいね。めっちゃ自然が豊か、のんびりしてる。そして国東は結構ほんと平坦で、ランニングの練習には持ってこいやん。福岡から遠いけど、八坂社の方までは、ゆっくりゆっくりというか緩い登り。よいしょ、折り返し地点、まあ半分、ちょうど半分か。本番はなんか入らんやろうけど、ちょっとねせっかくなんでお見舞いしよう。いやー長い、ずっとまっすぐや。下道を変えてます。またね、来る時とは違った風景で、帰りも楽しめる。衝撃の事実、ちょっと道を全然間違えてた。来る時はずっと大通り213号線っていうところを多分通ってたんですけど、多分ね違います。正解はもう少し海側一本右側のこういうちょっと細い通りがコースかなと思います。違ったらごめんなさい。正規ルートだとすごい海を身近に見ることができます。正規ルートかどうかわからんけど、こっちはこっちでちょいちょいアップダウンがある。左方向です。ちょっともうもはやコースがわからなくなっちゃったんで適当に走ってます。わからん、コース紹介にはならなかった。大分らしい懐かしい感じの商店街を走ってスタート地点に戻る。着いた、入ってきました。いや着いた。22キロでした。結果はこんな感じで載せておきます。ちょっとね、富久寺のハーフマラソンのコース紹介したいなと思ったんですけど、全然コースがちょっと違うと思います。まあ国東すごくいいところなんで、来ることがあったらここの富久寺マラソン風のコースを走ってみてもいいかなと思います。では今回の動画は以上です。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。あーきつい。国東ヴィラでちょっとね汗流して帰ろう。